いやそろそろ9月に入って気温も落ち着いてきた頃だし、秋服が欲しいな。まあボトムスみたいなものもいいんだけども、まずは上半身にあって目立つトップスからバリエーション揃えたいんだよな。だけども大人に似合うトップスについてよくわからないから、誰か教えてくれる人っていないのかなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストのしゅんです。今回の動画なんですが、大人に似合う秋のトップス4選というテーマでお届けをしたいなと思います。冒頭にもお伝えした通りですね、9月に入って、少しずつ気温が落ち着いてきたので、秋服を探している方もいらっしゃるかなと思います。その中でもですね、個人的にはトップスから皆さんにはですね、買っていただくのがいいんじゃないのかなと思ってるんですね。まあボトムスもですね、結構ファッションにおいては重要度が高いんですが、やっぱりですね、人の視界に入りやすいトップスというものがですね、より目立ちますし、これを変えるだけでだいぶ気分も変わります、見え方も変わるので、ぜひ皆さんにはここからスタートをしていただきたいなと思うんですね。で、特に春だとか秋に関してはトップスが主役になるようなことも多くなってくるので、ぜひこのあたりからですね、情報収集をしていただくのがいいんじゃないのかなと思っています。今回はですね、4種類のトップスをご紹介したいなと思ってるんですが、全てを買い揃える必要はないかなと思うんですね。あくまでライフスタイルだとか好みに応じて、この中から3パターンぐらいあれば結構回ってしまうのかなと思います。3パターンの中でも、例えばですね、シャツに厚みを持たせたいだとか、もしくはラフなスウェットなんかを2枚持ちたいだとか、そのあたりはですね、人によって中身は変わってくるかなと思うんですが、よかったですね、今回の動画を参考にしながら秋のトップス選びをですね、ぜひ皆さんも存分に楽しんでいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということでここから具体的にですね、秋のトップスを皆さんに4点ご紹介したいなと思ってるんですが、まずはですね、最も僕が重要視しているシャツから皆さんにご紹介をしたいなと思います。具体的にはこちらを今回は挙げてみたいと思うんですが、グリーンレベルのウォッシャブル TW ビエラジャストルーズレギュラーカラー長袖シャツですね。こちらのですね、3色展開ある中でモカを皆さんにですね、ご紹介ができればなと思います。大人のシャツというのはカジュアル着の中でも重要度がめちゃくちゃ高いなと思ってるんですね。適度に小綺麗さも漂うし、着るだけで大人っぽくも見えるので、持っておくとすごく便利なアイテムかなと思ってるんですね。その中でもホワイトですとかライトブルーなんかは割とですね、通年で使えるようなベーシックカラーなんですが、秋に選ぶのであれば僕はですね、今回ご紹介するようなモカだとか、あとは僕が今着てるようなベージュですね、このあたりが使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。いわゆるこう秋を彷彿とさせるようなカラーになってるわけなんですが、こちらのですね、グリーンレベルのシャツに関しては、素材はですね、ポリエステルとウールをミックスしてありまして、上品な雰囲気に仕上がってるんですね。モカの色合いもすごく良くて、ベージュよりは濃いけどもブラウンよりは濃すぎないというところで、少しこうグレーが混ざったような上品な色合いになってるので、これはすごく大人世代には使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。コーディネートはシンプルにこちらのモデルさんのようにですね、白 T 着て、その上にですね、こちらのモカのシャツを着て、ボトムスに関してはこちらの写真ではグレー系を合わせていますが、ブラックとかで引き締めてもらうのもいいんじゃないのかなと思います。着るだけで秋っぽい着こなしが簡単にできて、なおかつ大人っぽいですね、上品さも漂うので、これは使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。グリーンレベルのシャツは適度にゆとりがあるんですが、ワイドすぎないので大人世代にも似合いやすいんですよね。このあたりも含めてかなりこちらはおすすめできる1枚かなと思います。そしてもう1枚は今僕が着てるですね、ベージュ系のシャツになりますが、こちらは僕のブランドソーの新作になっているものなんですが、モカに比べるともうちょっと明るくてですね、着るだけで柔らかい雰囲気が出るのがベージュ系のシャツの良さかなと思います。僕もベージュシャツは大好きで、個人的に何枚も所有してるんですが、ベージュの中にも少しグレッシュな雰囲気が感じられるような生地を選んでいまして、こういったものでも秋の雰囲気は出せるのかなと思います。最近はですね、こういったシャツなんですけども、胸ポケットが付いているものも増えているんですが、こちらは蓋付きのポケットになっていまして、よりアウター感覚で着ることができるんですね。夏の終わりから T シャツの上にさらりと羽織って腕まくりするだけで様になるので、こういったシャツも一つの候補になるのかなと思っています。大人の定番的なシャツですが、秋ということでベージュだとかモカを選べば雰囲気がぐっと出やすくなるかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。
はい、続いて2つ目のですね、秋のトップスなんですが、もうこちらですね、ロンティー。これはですね、1枚持っておいてまず間違いがないアイテムかなと思います。今回ご紹介したいのがアーバンリサーチドアーズの USA コットンロングスリーブ T シャツですね。これが使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。個人的にはロンティーってあんまり着てこなかったんですね。ですが2年前ぐらいからですね、ちょこちょこ取り入れるようにしてるんですが、最近のロンティーというのは割とですね、トレンドを拾ったような少しゆとりのあるものも増えてきてるんですね。ですので割とこれ1枚でも様になるので、秋にはとても使い勝手がいいんですね。こちらのドアーズのロンティーに関してもですね、サイズ感で言うと肩のラインが落ちていて少しゆとりがあるんですね。身幅もゆったりめになっていますので、1枚で着てもちゃんと様になるんですね。生地も肉厚な USA コットンを使っていまして、ペラペラしていないので、割とですね、スウェットライクな雰囲気で気軽に使っていただけるかなと思います。カラー展開が4色になってるんですけども、個人的には重ね着を考えるとやっぱりホワイト、これが鉄板で使いやすいかなと思います。または今回はこっちの方一押ししたいんですけども、ミックスホワイトですね。これがいいんじゃないのかなと思っています。ホワイトに比べるとちょっとライトグレーっぽいような色合いになってまして、少し混じり気があるんですね。このあたりも平面的に見えないで、ちょっとスウェットライクな見た目にもなるので、なかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。こちらの写真のように単品でですね、ブラックのパンツと合わせてもらってもいいと思いますし、深めのですね、インディゴブルーのデニムなんかで合わせてもなかなかバランスがいいかなと思います。冬になればこの上にニットを重ね着してあげてもいいと思いますし、あとはライトめなですね、カバーオールだとかジージャンとかをですね、上に着てあげるのもバランスがいいかなと思うので、秋から冬にかけて存分に使えるのがこちらのですね、ドアーズのロンティーになってるかなと思います。結構肉厚な USA コットンを使ってるので、洗濯してガシガシ使ってもですね、風合いが出てくるので、なかなかですね、育てがいのある1枚かなと思うので、ぜひ皆さんもですね、チェックをしていただければなと思っています。はい、続いて3点目の秋のトップスなんですが、通常であればニットをご紹介するところではあるんですが、今回はあえてですね、ニットではなくて同じようなですね、立ち位置のアイテムなんですが、ちょっとカジュアルなスウェットをご紹介したいなと思います。ピックアップしてみたのがですね、417エディフィスのチャンピオン417別注 CVC フレンチテリースウェットですね。これがですね、とある機会に実物も見たんですが、めちゃくちゃ良かったんですね。チャンピオンのスウェットといったら王道中の王道ですよね。まあ、皆さんも一度は見たことがあるかなと思うんですが、スウェットの中でも最も有名なモデルかなと思うんですね。まあ、そちらにですね、417エディフィスが別注をかけたのがこちらのスウェットなんですが、グレーに関しては本当に王道感あふれるようなスウェットで、これはこれでですね、ワクワクするような大人の男性は多いんじゃないのかなと思います。ロゴがですね、左胸に刺繍されているんですが、本体と同色系なので目立たない、このあたりが個人的には嬉しいポイントかなと思います。あとは襟元にですね、 V ガゼットがついていまして、このあたりのヴィンテージ感あふれるパーツも個人的にはすごく好きです。結構この V ガゼットに関しては賛否両論があるんですが、ちょっとしたアクセントになるので個人的には好きなパーツかなと思っています。まあ、シンプルなグレーもいいんですが、個人的には別注ということで普段のチャンピオンらしくないなという色ですね。そのあたりを選んでみるのもいいんじゃないのかなと思います。例えばこちらのような発色の綺麗なブルーですね、ちょっとこうロイヤルブルーっぽい色っていうのは着るだけで上品に見えますし、大人の男性にも似合いやすいカラーなんですね。割とロイヤルブルーのニットなんかは皆さんにご紹介することが多いんですが、スウェットでは結構珍しい色かなと思うので、まあ、皆さんこちらもチェックしていただきたいなと思います。例えばこちらの方のようにですね、ブラック系のパンツとまとめていただければ、結構ロイヤルブルーのスウェットも大人世代にはハマりやすいかなと思うんですね。スウェット自体がカジュアルなので、ボトムスに関してはいずれにしてもブラックだとかグレー系のイージーパンツで、センターベースが効いているようなものと合わせてもらうと意外とですね、小綺麗にまとまりやすいかなと思います。あとはですね、ブラックもいいんですよ。これ実物見ましたけども、本当のブラックというよりはちょっとこう色が褪せたような墨黒だとかダークグレーに近いような色合いなんですね。このあたりがまた雰囲気があってなかなかいいんじゃないのかなと思います。先ほどお伝えしたようにブラック系のパンツで合わせていただいてもちゃんとですね、色の差が出ますし、あとはホワイトのデニムなんかで爽やかに振ってあげてもですね、結構バランスよくはまるので、このブラックもいいかなと思います。他にもカラー展開豊富なんですが、個人的にはこちらのブルーかブラックですね。このあたりが大人世代には使いやすいと思いますし、あとは別注ならではのカラーかなと思うので、皆さんにお勧めしたいところかなと思っています。まあ、サイズ感はトレンドに振ったワイドシルエットという感じではなくて、割とオーソドックスなサイズ感プラスアルファぐらいなので、僕ら世代にも気軽に着やすいかなと思います。懐かしのチャンピオンのスウェットなんですが、ここでしか手に入らない特別感も含めて、なかなか心くすぐられる一枚なので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたい
たいなと思っています。はい、続いてラスト4点目のですね、秋のトップスなんですが、今回はニットをお休みしまして、その代わりにカーディガンですね、こちらは入れておきたいなと思います。今回ピックアップしたのがグリーンレベルのポリエステルカノコイージーカーディガンですね。これまたメンズファッションにおけるとてもベーシックなアイテムになってくるかなと思います。夏の終わり、例えば T シャツの上にさらりとカーディガンを着るだけで一つの着こなしが完成するので、1枚持っておくと便利なのがこのようなカーディガンかなと思うんですね。まあ、ベーシックなカーディガンであれば大人世代は一度は着たことがあるかなと思うんですね。定番的なものといえばブラックのジャストサイズのカーディガンかなと思うんですが、こちらに関しては今っぽい要素がちゃんと含まれているカーディガンかなと思っています。定番だってもやっぱり進化をするんですね。こちらを見ていただくと肩のラインがちょっと落ちていてサイズ感がゆとりがあります。身幅もゆったりとしているんですが、着丈に関しては長すぎないバランスになってるんですね。このあたりが大人世代にもちょうど使いやすいようなサイズバランスになってるかなと思います。そして最大のポイントなんですが、ボタンがないんですよね。ボタンレスタイプになっているので、よりですねミニマルな雰囲気で着ることができるかなと思います。まあ、このようなカーディガンの着こなしとしては、こちらの写真のようにですね、白 T を着てその上にですねカーディガンを着てブラックのパンツで引き締めるというのがまずは定番的かなと思うんですね。ちなみに3色展開なんですが、ミディアムグレーがおすすめかなと思っています。で、このような T シャツのスタイルの時には特に気にならないんですが、個人的にはこちらのスタイリングを見ていただきたいんですけども、モデルさんが着てるのはバンドカラーのシャツの上にですねカーディガンを着てるんですね。そうなるとシャツにボタンがあるじゃないですか。その上に羽織っているカーディガンにもボタンがあると、結構着こなしの中にボタンがいっぱいになっちゃうんですね。そういう場合にはやっぱりボタンレスのタイプのスッキリとしたカーディガンの方がまとまりが良かったりするので、シャツとの重ね着にはよりこういったものはバランスよくはまってくれるんじゃないのかなと思っています。で、色に関しては先ほどもお伝えしましたが、あえてのブラックだとかネイビーではなくて、少し明るさが取り入れられるようなミディアムグレーですね。このあたりが使いやすいなと思います。カーディガンでミディアムグレー、そしてボトムスに関しては先ほどのようにブラックのパンツを当てるか、もしくは爽やかにホワイトを当ててもらってもハマりやすいので、結構このミディアムグレーが使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。表面はちょっと凹凸感があってつるっとした感じじゃなくて程よい厚みがあるので、大人世代が着てもですねピチッとタイトな感じになって体のラインを拾ったりすることがないので、そのあたりも含めて使い勝手のいい一枚かなと思います。まあ、ぜひですね T シャツですとかシャツと合わせながら様々なコーディネートを組んでいただきたい一枚かなと思うので、皆さんもこちらチェックしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では大人におすすめしたい秋のトップス4選というテーマでお届けをさせていただきました。もう一度さらりと復習しますと、長袖のシャツですね、これはベージュからモカぐらいが使い勝手がいいですよというところでしたね。あとはロンT、そしてスウェットカーディガンですね、このあたりがあれば結構便利かなと思います。今回はニットはあえて選ばなかったんですが、秋から冬に変わる段階ではニットは必須になってくるかなと思うので、それ以前の秋に関してはスウェットなんかがすごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。このあたりはライフスタイルだとかお好みに応じてですね、この中から3パターンぐらい持っておくと便利なのかなと思います。個人的には結構シャツが好きなんですね。なので T シャツの上にさらりと着れるようなシャツは結構厚みを持たせているんですね。一方でカーディガンはオーソドックスなものをですね何枚か持っているんですが、割と好みで言うとカーディガンよりもシャツが多いのでシャツが多めの分量になってるんですね。あとはロンティーも持っていますし、スウェットも最近はマイブームが来ていて、去年3枚ぐらい買ったので今年も引き続き着たいなと思ってるんですね。まあ、ぜひ皆さんもですねお好みのバランスでこのようなトップスを買い揃えていただくといいんじゃないのかなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべく分かりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週末にライブ配信も行っています。皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では動画ではなくて写真と文章ベースでおすすめのアイテムですとか、僕自身が実際に買ったものを毎日配信をしています。僕も記事を書いていますし、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるような場になっていますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストのしゅんでした。また次回の動画もお楽しみに。